石化した状態でそのまま残っているなんて。早急のきらめきを集め期待しするグランスティーン。我この地に絶対悪を封ずる。でもよ、生きる権利を放棄するのとは違うだろう。この野郎、姿を見せろ。いい、悲しいのは君だけじゃないだろう。強く生きて。子供の泣き声は苦手なんだ。
これがお前にとって一番大切なものなのか？戦乙女ヴァルキリー？わからない。無我夢中だったから。そうみたいだとしか言えない。お前には生きる権利がある。生きる？そう、生きる権利だ。悲しいのは君だけじゃないんだから。強く生きてよ。君が泣いたらカシェルが悲しむから。俺は王のためにどんな任務もこなしてきた。ジーク、お前はわしの誇りだ。騎士、それも王の側近に選ばれるなんて。俺は逃げたんじゃない。ウレ、臆病は何を感じる。逃げ出したら自分だ。Thank you.
前はわしの誇りだ。騎士、それも王の側近に選ばれるなんて。騎士の位を剥奪された恨みを晴らそうとして逆にだとよ。恨み？臆病者が何を勘違いしてやる。逃げ出したのは自分だろうが。俺は王のためにどんな任務もこなしてきた。汚れ役でもか。突然騎士の位を剥奪されて、あらぬ噂で俺が町にいられなくなるまでにそれほど時間はかからなかった。10年残してきた父のことが気がかりだった。なのに居場所を知るなどたやすいこと。お前は選ばれたのだ。言うなればお前を陥れた人間によって。
く者たちよ。相手にとって不足はない。トラックよっ、ターン。そろそろ死ぬだけ。これは天柱です。安らかにお眠りください。よっ、ここは俺が決めるぜ。奥義ハンネリアブレード。この程度はやれなきゃ笑われ。その身に刻む真偽ニーベルンバレスティ。終わったのか。トラック。よっ、ターン。くらえ、そろそろ死んどけ。トラック、くらえ、やそろそろ死んどけ。占いでは中吉と出ておりますが。死の先を行く者たちよ。相手にとって不足はない。ライトニングボルト。占いでは吉と出ておりますが。死の先を行く者たちよ。ちょっとヤバそうか。ふん、やった。くらえ、そろそろ死んどけ。なんか調子出ねえんだよな。しないでください。ライトニングボルト。占いでは中吉と出ておりますが。
相手にとって不足はない。シャドウサーバント、霊柩なき者はただ滅するのみ。相手にとって不足はない。シャドウサーバント、こんな戦いを何度繰り返せばいいのか。Thank you.
我と共に生きるは霊言なる勇者、いでよ。その身に刻め真偽ニーベルン・バレスティ。これ以上は無意味だ。これは天中です。ラユタの果てに、なんと美の祝福賜らば、我との地方シオンの二人につなぎ止め。アブソリュートゼロ、どうじゃ、見たか。しかし倒しても倒してもキリがないの。
これは強敵だ。シャドウサーバント、やっ、その身に刻む真偽ニーベルン・バレスティ。これが運命。ほう、そら、くら、そろそろ死んどけ。結構マジでヤバかったかな。久しぶりね、レナス。現在の戦況はこのような感じになっているわ。現在の状況としては、何か手を打たないと。エインフェリアたちの近況を知りたい？彼の近況ね。サラトゥル地方にある我が軍の重要拠点が敵に占拠されたわ。速やかに砦を取り戻すのよ。同時に囚われの身となったチュールも救出してきなさい。敵は砦内に無数の罠を仕掛けて待ち構えているという情報もあるわ。罠には十分警戒する。
エインフェリアたちの近況を知りたい？レナス、あなたの働きぶりだけれど、なかなかうまくやっているようね。今回のあなたに与えられるマテリアライズポイントはこれだけね。あなたの働きにオーディン様も満足しているわ。これらのアーティファクトをあなたに授けようと仰せよ。レナス、あなたにお願いがあるのだけれど、今度あの小生意気なアルブたちのところに使者を派遣することになったの。先だけで生きているような奴らと対等に渡り合えるような交渉上手なエインフェリアはいないかしら。戦術理解度に優れたエインフェリアが欲しいわね。悪魔知識が豊富なエインフェリアが欲しいわね。情報収集能力に長けたエインフェリアが欲しいわね。それじゃあ頑張って。あなたならやれると信じているわ。